私の日本代表としての経験の今からお話しするんですけど、私は13歳の時に日本代表になりたいっていう夢を持って、それからもう本当に一生懸命その夢に向かって進んできました。で、21歳の時に初めて日本代表に選ばれたんですけど、本当に感激しました。あの、初めて代表選手に選ばれて、日の丸をここにつけて、で、あの、ナショナルアンセム、まあ、国家をね、 あの、聞くっていうのは、本当に今考えても感動して、ちょっと涙が出るぐらい、本当に私にとっては、あの、素晴らしい、はい、出来事だったなと思っています。